島村勧誘島村勧誘から1910年11月9日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。1856年土佐国土佐軍熊村に島村重吉の次男として生まれる。1873年上京し陸軍幼年学校に入学するが法省の個体学になる。1874年3月。 熊本に北に立て木の兵士になる。佐賀の乱や台湾征伐で武功を挙げ、1877年6月、不評勝位に任官。1879年から1882年までと、1884年から翌年、渡利清市長法任務に従う。1896年9月、不評第33連隊長に就任。 1899年3月、不評大佐に昇進し、同年8月、第三師団参謀長となる。1904年8月、陸軍少将に進み、不評第十二旅団長として、日露戦争に出征。第一軍に属し領用改戦以降に各地を転戦した。1907年7月、不評第四旅団長となり、ついで、不評。 第24旅団長に移動。1910年11月9日に55歳で、没死、同日、陸軍中将に昇進した。ありがとうございます。